バトル特集第2弾は、最近注目を集めたしてきた5ドアハンドリングセダンの実力をチェックだ。スポーツカーは2ドアというこれまでの定石から、4ドアにもスポーツをという新しい流れが生まれてきているのかどうか、04ジムカーナ、そして筑波サーキットバトルで4ドアスポーツをフルテストだ。もう4ドアだからといって走りを諦める必要はない。フォードはクーペという新しいコンセプトで登場したマツダランティス。大胆にカットされた前後のオーバーハングからも、発表と同時に仕上げられていたニューツーリングカーレース使用者からも、マツダのやる気が感じられる。エンジンは2リッター V6 170馬力を発生。このクラスでは異例とも言うべき205/50/16インチのタイヤ、コスモ用のデカいブレーキの採用など、走りは超期待。対するライバル車は VTEC の中でも一番の出来と言われているインテグラ SI VTEC。 ランティスと比べ馬力車重とも勝っているだけに、こいつは手強い相手になりそうだ。さあ04勝負、パワーウェイトレシオの差がどう出るか。おっと、インテグラ大ホイールスピン、こいつは結構いい勝負になるか。いけ。 V6 対 VTEC、 同じ V でもこんなに違う。さあ続いて BM 編集部自慢のダイナミックジムカーナテスト。各セクションのタイム、そして挙動変化に注目だ。まずはランティスから、3速100キロからの進入です。ストッピングパワー全然余裕です。どうしてもこの4000回転以下で立ち上がるときにね、エンジンのレスポンスが悪すぎる。ウェット性能は異常にいいですね。コーナリングスピードすごく速いです。まるで路面が濡れてないんじゃないかって思わせるぐらい車安定してるし、トラクションもかかってるし、信じられない速さです。あ、これでエンジンがもっとパンチがあってレスポンス良ければ最高なんだけどな。でハンドリングのジムカーナーテストの方ではですね、やはりランティスがかなり良かったです。特にあのウェット性能は良かったんですが、これはまあ、ひとえにタイヤが16インチ採用しているということで、ウェット性能は非常に優れていると、まあ、それを差し引いてもですね、まあ、全体的な接地感とか、バランス、それからトラクションのかかり方、ブレーキングのバランスなんかも非常に良くてですね、だいぶ、他の車に差をつけた感じです。で検討したのはまあインテグラなんですが、この車も、やはりバランス、そのサスペンションのストロークが非常に大きく取ってあるんで、まあ、ブレーキング、トラクション、そういったバランスが非常によく取れていると。それから全体的な味付けがあのインテグラ一番スポーティーで、まあ、パイロンスラローム区間なんかも非常に早く通過することができました。で一番あの僕が感動したのはスカイラインです。やはりあのフォードアスランということであんまり期待してなかったんですけども、筑波でテストした2ドアのターボ付きなんかよりもバランスが良くて、パイロン、それからウェット、ブレーキング全て非常にいいバランスでね、かなり誰でもあの安心して乗りこなすことができる車になってるんじゃないかと思います。まあ、結果として、来年のそのニューツーリングカーに向けて最近今登場し始めている、フォードアスランたちって、これは非常に、ハンドリングを楽しめるスポーティーな味付けのセダンになっていると言えると思います。